今回はシグマ FP プラス DJI さんのロニン SC で撮った動画と同じく DJI さんのオズモポケットで撮った動画を比べてみようという企画です。フルサイズカメラにジンバル、もしくはジンバル付き専用カメラ、どっちのが綺麗に映るんですかね。まあ、お手軽さはよくわかりますよね。この大きさの違いです。今回は一応公平を期すために 4K のフレームレートは30で統一しています。やはりジンバル性能は軽さもありますので、オズモポケットのが有利かなと思います。だいたい専用設計ですしね。対するシグマ FP はフルサイズセンサーを生かした絵作りがどのように違うのか、じっくり比べていこうと思います。では比較動画をどうぞ。まずはシグマ FP 単体での撮影です。ジンバル等は使用していません。手持ちですね。ご覧のようにブレブレです。一生懸命ブレを抑えようとそろりそろりと歩いているつもりなんですが、やっぱり難しいですね。あと時刻の方が11月の5時台とあって、動画では明るく見えてますがかなり薄暗いです。最初はオートフォーカスで撮っていたんですが、むちゃくちゃ迷っちゃうのでマニュアルフォーカスで撮ってます。この辺はシグマ FP の課題でもありますね。ファームウェアアップデートで少しでも良くなることを期待しています。ではいよいよ本命のシグマ FP に DJI ロニン SC を取り付けた映像です。先ほどと違ってかなりヌルヌル動いていると思います。少し縦揺れがありますが、これは設定でどうにかなるかもしれません。アプリの自動調整をしただけですので、自分で煮詰めていきたいと思います。とりあえずテストでしたので全くブレを気にせず普通に歩いているんですが、それでもここまで抑えてくれます。あるとないでは雲泥の差がありますね。もう少しチルト方向の力を強くすればさらにヌルヌルになるかなと思いました。最後に DJI オズモポケットです。カメラ自体が軽いので少し早歩きになっちゃってます。またブレもめちゃくちゃ抑えられてますね。ただやはり薄暗いこともあってノイジーな感じがします。この映像だけ見れば何の問題もないんですけどね。比べてしまったらといった感じです。あと高感度になってしまっているからかもしれませんけれども、少し色が淡い感じがしますね。いつもだったらもう少し濃く映る気がします。あと中心部はいいのですけれども、周辺はかなり流れちゃってますね。換算 26mm なんで少し無理してるかなって感じです。では3つを比べてみましょう。左上が FP 手持ち、左下がジンバル付き、右下がオズモポケットです。やはりオズモポケットを使った場合はかなり早歩きになっています。軽いは正義ですね。一方シグマ FP の方はかなり細かく描写されているので作品っていうイメージが強くなります。やはり使い分けとしてはオズモポケットは日常、シグマ FP は作品を撮るという使い分けがベストだと思います。あとシグマ FP の方はもうこの時点で ISO 感度1000から1500ほどいってますが、全くそれを気にかけないような絵作りです。やはりセンサーが大きいとかなり許容範囲が違いますね。シグマ FP とロニン SC、 オズモポケットとの対決はいかがだったでしょうか。個人的には大きさや性能も全く違いますので一概には言えませんが、お気楽かそれとも真剣勝負かという形で撮っていきたいなと思いました。シグマ FP とロニン SC の横取り映像です。紅葉も間近といった感じですね。刃先の方はだんだん赤くなってきてます。また紅葉が綺麗な時期に行きたいなと思いました。まあ、その頃はね人でいっぱいでしょうけど、そういった場所でロニン SC を使うのは少し勇気がいりますね。このチャンネルではカメラについてのお話をぼちぼちしていこうと思ってます。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。またコメントの方でやってほしいことなどありましたらぜひぜひ書き込んでください。できそうなことでしたらやってみたいと思います。では